パク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 美味しいマイマイでーす。はい、今日の動画はマイマイが垢抜けるためにやめたこと3選をやっていこうということなんですけれども、夏ガチ痩せ大作戦ということで、9月末までみんなと一緒にダイエット頑張ろうということで、ダイエット今始まって2週間ぐらい経ってるわけなんですけど、9月末にね、こう再び花火大会に向けて頑張るっていうことで、マイマイがダイエット垢抜けのために、まず最初にやめること3選を今日は紹介していこうと思います。やけんね、今回はダイエット入門編ということになります。なんでやめたことなのかっていうことなんやけど、ダイエットってさ、これをやろうって決めたとしても、まあ、3日坊主で守れんかったりするやん。なんか今日から1日腹筋100回とかでも続かんかったりとか。やけんまずは何をやめるかっていうのを決めていこうと思って、やめたことを3選を、ランキング形式にね発表していこうと思います。はい、でその前に一つだけマイマイからみんなに報告させてほしいことがあります。それが着痩せ特化した垢抜け T シャツまといを販売しますって7月14日に発表させてもらって、で7月17日に販売開始になったんやけど、なんと販売開始から3分で売り切れることができました。いやー、あんぱないって。3分だよ、3分。本当にゲットしてくれたポジエティのみんな、ありがとう。マジで一瞬やった。これまでめちゃくちゃ時間かけて作ってきて、それがもうね、一瞬で販売開始からもうボボボボワーって注文が入ってすぐ終了ってなったけん、こう半年以上かけて今までこれをね、一からデザインしてもゼロから作ってきたんやけど、一瞬で販売終了ってなってしまって、なんかよくわからんかったよね、正直。え、みたいな。めちゃくちゃ嬉しかったのと同時に、まあ、正直実感がわかんかった。それが一着一着ポジエティの元に届いてって、めちゃくちゃ嬉しい声が届いて、それこそ来た瞬間に事前にスタイルアップできて最高でしたとか、着心地が良すぎてもう毎日着たいとか、もうこれ1枚買ったけど絶対もう1枚欲しいとか、で、あとこの後でめっちゃ嬉しかったのが、その洗濯してもシワにマジでならないとか、全然よれないとか、もうほんとめちゃくちゃ嬉しいコメントが届きました。で、むしろ7月の17日販売めちゃくちゃ何時間も前から待機してました、待機してたんですけど手に入らなかったですっていうコメントもめっちゃ届いて、うわー買えんかった、なんでみたいなコメントも届きました。で、今回もう本当にゼロから作らせてもらったっていうのもあって、再販の予定っていうのがなかったっちゃん。ポジエティのために作った T シャツやったけん、これを着てユニフォームとして一緒にみんなと運動できる世界線が来たらいいなと思って、目の前の一人のために作ったものやったけん、正直まあどうしようっていう思いがありまして、よしと、一肌でも二肌でも脱いでやろうかなと思いまして、まあチームまといでね、もうめちゃくちゃ話し合って、どうしようかどうしようか、いや今回ね再販する予定なかったけんね、みんなの元に届いてほしいよねって話し合って、いっぱいおるっちゃん今回のこのまといを販売するにあたって手伝ってくれたチームまとい勢っていうのが、でもその人たちにお願いしますまとい届いてポジティがめっちゃいて採用させてくださいっていうのをめっちゃ交渉して頼み込んで、お願いにお願いを重ねて、ちょっと今回は再販なしって言ってたんでって言われたりもしたんやけど、待ってるポジエティがいるんですっていう話をして、なんと今回数量限定で再販することができました。もう目の前にまといを一緒にこう作るってなって動いてくれたメンバーもおるんやけど、長かった道のりが正直。ただね、今回ゼロからまた作ってお届けするっていう形になるけん、ポジエティみんなの元にお届けするまでこの動画からだいたい2ヶ月ぐらいかかっちゃうっていうのはちょっとご了承くださいっていう感じなんやけど、めっちゃ申し訳ねえけど楽しみに待っててもらえたら嬉しいです。で、今回の販売期間なんやけど、もともと再販の予定がなかったものをもう無理言ってお願いしますって言って作ってもらう形になるけん、生産できる枚数っていうのも正直申し訳ない限られちゃってて、けどここまで来たからにはできるだけ多くのポジエッティに届いてほしい。北海道のポジエッティからね、まあ南沖縄波照間島のポジエッティまで届けられるように、ポジエッティ1枚までの限定にさせてください。で、大事な大事な再販の予約期間について、予約期間は8月の7日の19時から8月の13日の23時59分まで。みんな大丈夫？スケジュールに入れた？もし今回予約期間が始まって再販できる枚数っていうのをギリギリ超えちゃった場合は、予約期間よりも早めに終了しちゃうこともあると思うので、そこら辺はちょっと本当にご了承くださいという、申し訳ない本当に、けどもうマジで一人でも多くの人に行き渡りますようにって心を込めて販売させていただくのでお願いします。やけんね、今ちょっと見てゲットしようかなって思ってるポジエッティは早めに8月の7日の19時にスタンバイしてゲットしてもらうのが一番いいと思います。で、販売でき
できる場所なんやけど、まといのアンダーバー JP の公式インスタグラムから購入のお知らせ、購入情報が流れると思うんで、そこから購入してください。で、まといに関するサイズやったりとか、まといに関する質問っていうのは動画の最後に挟もうと思ってるので、まといについて気になってる子は最後まで見てみてください。ではでは、ワイワイが夏ガチ痩せ大作戦、垢抜けるためにダイエット成功するためにまずやめること第3戦、ルーティン形式スタート。はい、マイマイが夏ダイエット成功させるために、垢抜けるためにまず最初にやめること第3位は、真っ黒ボサボサ眉毛をやめる。実はね、眉毛の脱色のことなんやけど、マイマイね、もともと眉毛がもう真っ黒けっきれ、結構ね、剛毛っていうか、こうなんか、もうこっちって言ったらこっちみたいな、もうなんか、本当にすっごい眉毛をしとるんよね。これをずっと正直何ヶ月間か脱色っていうのをサボってて、眉毛が真っ黒やったらどうなるかっていうと、結構ね、芋っぽく見えちゃう。髪の毛の色よりも眉毛がワントーン、ツートーン明るい方が明るく見えるんよね。今ね、正直眉マスカラもしとるんやけど、眉マスカラしてこの黒さだよね。今からね、眉毛の脱色っていうのをしていこうと思うんやけど、どんぐらい変わるかっていうのを正直見とってほしい。眉毛の脱色をすることによって、顔が濃いっていう顔から顔の中で抜け感が出るんよね。やけん、マイマイはまず垢抜けようとか、こう気合入れよう、ダイエット成功させようとか頑張るぞって気合入れるときは、まず眉毛の脱色を最初にするようにしてます。今からこの撮影が終わったら眉毛の脱色をしていこうと思うけん、その動画はこちらです。眉毛の脱色なんですけど、今回はこのジョレンっていう眉毛の脱色剤を使って脱色していこうと思います。普段はね、エピラットっていう脱色剤を使うこともあるんやけど、ジョレンの方がもうね、眉毛の抜きやすさが全然違うけん、ただ商品の価格っていうのがジョレンの方が3倍ぐらいするじゃん。結構しっかり色抜きたいよで、ある程度眉毛の脱色にお金かけられるよっていう人はジョレンおすすめです。でもね、マイマイ普段ね、エピラット全然使ったりしてます。こうやってトレイの上に出して、こうやって眉毛に沿って塗っていきます。眉毛の黒いところが見えなくなるまで塗っていく。塗れたら色が抜けやすくするためにコットンをつけます。眉頭にこうやってコットンを上からつけて、だいたい15分ぐらい置いていきます。はい。すごい、なんかすごくないこれ。はい、今ね、15分経ったんで、撮っていきます。ほら、見て。眉毛の色がさ、最初より茶色っぽくなったの分かる？もうちょい置いた方がいいかな。今15分ぐらい経って落としたんやけど、すごくない？髪の毛の色よりワントーン、ツートーン眉毛の色を抜いてあげることでね、簡単にこう抜け感が出るよね。すごいよね。やけ、眉毛はまず垢抜けようと思ったら、眉毛の脱色からスタートするようにしてる。おすすめ。で、また脱色してないマイマイの眉毛に戻るわけなんですけど、マイマイが垢抜けダイエット成功させるためにやめたこと第2位は、小麦粉とジュースをやめる。これね、正直クリスマス大作戦が終わって半年ぐらい、小麦粉とジュースとかを全然気にせんで取るようになったよね。ってなったらどうなったかっていうと、マイマイその今まで小麦粉とかジュースを気にせず飲んでた時はめっちゃ肌荒れしやすくなったよね。もともと小麦粉って日本人の体に合わん人が多いらしくて、やけど小麦粉の代表といえば何、みんな、ピザ、パン、パスタ、まあ、揚げ物とか、もう大好物やん、こんなん。食べていいって言われたらいくらでも食べちゃうやん。っていうぐらい、うちら日本人にとって体に合いにくい。だけど、食べたいなって思わせるような、その中毒性が含まれとったりする食べ物なんやけど、これをね、今回ね、やめてみようかなと思って。小麦粉を取るようになって感じたマイマイの体の変化としては、生理前に顎周りがめっちゃ荒れるようになったよね。毛穴がね、結構気になるようになった。それがやっぱ砂糖とか小麦を取ることのデメリットなのかなと思うので、今回夏ガチ痩せ大作戦が始まるっていうことで、ジュースと小麦、大好物のメロンパン、もうこの反応しかないな、200個200個、いやもうめちゃくちゃ体痛くなった。だけどもう一旦お別れ、バイバイして、遠距離恋愛してみようかなみたいな、もう近距離すぎた、本当にちょっとだいぶ近すぎたんで、遠距離恋愛しようと思います。これをやめることによってどういう変化がね、起きてきたっていうのもまた随時報告していこうと思っております。そしてそして、マイマイが垢抜けダイエットのためにまずやめること第1位は、丸まった姿勢をやめる。あれ、今ちょっとってなった人も多いのではないでしょうか。そこのポジティブあなたです。これね、意外と難
いよね。背中が丸まることによってどうなったかっていうと、マイマイは顔にめちゃくちゃお肉がつきやすくなったよね。これはクリスマス大作戦を終えたマイマイのお顔を知ってる人はみんなわかると思うんやけど、結構ね顔がふっくらぶっしりしたよね。でそれなんでかっていうと、まず一つ姿勢が悪くなります。姿勢が悪くなるとどうなるかっていうと、背中が丸まります。背中が丸まるとどうなるかっていうと、上半身の血流が悪くなるのね。上半身の血流が悪くなるとどうなるかっていうと、体の巡りが循環しにくくなって、ここにお肉が溜まりやすくなるよね。で顔にお肉がついたらどうなるかっていうと、鏡見るやん、えなんかが太ったって自分でわかるやん。ってなったらどうなる、いやもう何でもいいやってだな、ちょっと一旦自分磨き置いとこっかなみたいな。やけんね、マイマイは今回まず姿勢を整える。で姿勢を整えて体の上半身の巡りを良くしてあげて、顔痩せっていうのをやってあげるっていうのを今回意識しようかなと思っております。なんでね、第1位は丸まった姿勢をやめる。で今回ね、なる姉ちゃんねるからなんとあの顔痩せソーランの新シリーズ、限界顔痩せシリーズが出るので、それをセットで一緒に姿勢を良くして顔痩せをやってっていうルーティンを作っていこうと思います。はい、3位が眉毛の真っ黒ボサボサ眉毛をやめる。で2位が小麦とジュースをやめる。で1位が丸まった姿勢をやめるっていう3つを発表してきたんやけど、番外編でマイマイがいっちゃんこれ大事やなと思ったのが1つあって、それが全部完璧にやろうとするのをやめる。ダイエットしておくはみんな通る道やと思うんやけどさ、ダイエットしようと思ったらあれもしちゃいかん、これもしちゃいかん、これもやろう、あれもやろうでさ、全部完璧にしようとするやん。ってなったらどうなるかっていうと、例えば毎日半身浴する、足のマッサージもする、で腹筋もやる、毎日1万歩以上歩く、水2リットル以上飲むとか、納豆毎日食べるとか、全部やろうとするとできんかった時にめっちゃ落ち込むよね。毎日体重計乗るとかもそうやし、今回マイマイは夏ガチ痩せ大作戦では全部完璧にやることをやめます。ということでね、マイマイがダイエット垢抜けをする時にまず最初にやめること3つと、番外編1つ一番大事なポイントっていうのを発表してきたと思うんですけど、ダイエットさ、もう正直一人やと続かんやん。でけんさ、マイマイもこうやってなる姉チャンネルを通じてみんなとコミュニケーションを取りようわけないけど、一緒にやってこうぜ、こうしたらいいよじゃなくて、こうしたらなんかうまくいくらしいですよ。なんでちょっと一緒にやめていきませんっていうのが、あのマイマイのリアルな夏ガチ痩せ大作戦、一緒にやっていこうぜっていう作戦会議、チームの作戦会議として、あの一緒にできたらなと思っております。で最後に、まといについての質問に答えていっちゃおうと思いまっちょはい、でまといに関する質問で一番多く来とったポジエッティから質問3つについて答えていきたいと思います。まず一番多く来とったサイズ感について、ね、今回ねこのまといね、フリーサイズで作ったんやけど、フリーサイズってどんなサイズやねんって思うやん。入らんかもしれんとかさ、なんか自分には似合わんかもって思うやん。丈、肩幅、身幅っていう風な数字っていうのはこのサイズになるんやけど、正直さ何センチって言われてもわからんやん。参考程度に見せれればなと思ってるのが、マイマイが158cm でこういう着丈の感じで、マイマイの 154cm のこうやったら今着てもらっとるんやけど、こんな感じいけんね。そんなにね、こんな感じ、 164cm のなるちゃんが着たらこんな感じっていう感じになります。はい、でめちゃくちゃよく来る質問の、その体なし必須ですかっていうコメントについては、答えは下に合わせるもの次第。下に合わせるものをおへそよりも上のハイウエストのものにしたら自然にこんな感じでスタイルアップできます。逆になるねのお腹痩せをやってもくびれ見せたいぜっていうポジエッティは、こういうね丈が腰のラインにあるズボンと合わせてもめちゃくちゃイケイケでいい感じになると思います。はい、ラストで来てたのが生地感についての質問なんやけど、生地感っていうのが綿 100% で作ってて、めっちゃチュルチュルっていうコメントが多かった。本当に着心地にはめっちゃこだわっとって、着た時にちょっとひんやりするような気持ちいい感じ、むしろこれをパジャマに寝たいなって思うぐらい気持ちいい生地で作っとうけん、生地感についてはチュルチュルした生地っていうのが正解、はい、っていうような生地感になってます。汗についてなんやけど、ここのまず脇汗は脇汗を拾わない設計にしてあるので、脇汗の心配はゼロです。死んじゃうんじゃないかっていうぐらい暑い猛暑でもうマジで脇汗を気にせずに着れる、もうそれがいっちゃいいとこで、あと鎖骨が綺麗に見えるとこ、前々ちょっと今リバウンドしちゃって鎖骨が見えないんですけど、これから見えるように頑張りますということで、こうね、ダイエットする過程も追いかけられるっていういいとこがあります。はい、って
ていう感じでね、以上まといの質問になります。本当にずっと時間をかけてね、なえちゃんと一緒に考えてゼロから作ってきたまといが一人一人ポジティブの元に届いて本当に嬉しいなって思ってます。じゃあ引き続き9月末までね、夏がチア世代作戦は続くんですけど、このまといというユニフォームを着て、みんなと一緒に走り抜けたいと思います。頑張ろうね。じゃあ終わります。待ってるよ、今日より可愛い明日の自分。またね。待って、ちょっと思い出したことあるわ。まといのサイズ感についての質問が来とって、154センチ、158センチ、164センチの着丈はこんな感じって大体分かったと思うんやけど、なんかめっちゃ参考になったのが、マイマイの友達に80キロの友達持って、その友達もまといね、今回愛用してくれとるんよね。やけんね、体重も全然気にせず、着れたよっていう嬉しい声もあったけん、チアしようと思うし、今見てるポジエッティのこの参考になればいいなと思います。